連覇するだろうなっていうぐらいな大学のサッカーの中だったら、他とはちょっとレベルが違うなっていうのを思って。スタメンのデビューがセレッソ大阪で、山口大太郎さんからJ2で唯一日本代表に入ってた人で、対戦した時はもうちょっと衝撃的でした。当時 の主な大会成績とか印象に残ってる試合、まあ、あとライバルチームとか印象に残ってる選手とかお話聞ければと思うんですけれども、なんだかんだ決勝まで行って敗れるっていう試合は良かったです。インターハイも行ってますね、決勝。そう、ね、選手権も2年連続で決勝に行かれましたね。フリーキック1本から始められたり、小川達也選手のクロスに誰かが合わせたりもしてた記憶。あー、そうですね。あ、そうだそうだそうだ、それ俺のマークがやられたの。覚えてるわ。逆に青木選手は最後の選手権で、まあ、3年連続で決勝に行けて、はい、行けて勝ってやっと選手権全国出れた代ですね、僕は。その時の対戦相手も静学でしたね。はい、静学、なんかもう毎年静学とやって負けるってイメージがあったんで、まあ僕の中でライバル進学ですかね、はい。最後の選手権は一応大谷先生が定年で、はい、ラストイヤーの年です。はい、ラストイヤーで、まあ、それもなんかの巡り合わせかわかんないですけど、その時だけ決勝はなんか日本平だったんですよ。毎年エコパだったんですけど、その時は本当嬉しかったですね。インターハイで学園が全国で準優勝した年だったんで、はい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 、まあ、多分周りからも学園が勝つんじゃないかとか、はい、騒ぐ時にやっぱりああやって、まあ、3-0 で勝ってたっていうのはすごい嬉しかったですね。その後大学に今進学されたと思うんですけど、前澤選手は選手時代振り返って印象に残ってるエピソードとか教えていただいてもいいですか？高校の時は就活してて、本当に最後の最後ですね、もう就活決まるかなぐらいの時にサッカーやめようかなって思ってた時ぐらいにちょっとそういう話いただいて。そうだったんですか。はい、1年の時は本当に試合に出れる気がしないぐらいレベルが高くて、よく専修大学とは清少時代から練習試合本当に何回もやってて、その時にはなんかプレーできちゃってたんで入っても大丈夫かなって思ったんですけど、いざ入ってみて A チームの練習でやっていった時にもレベルが違うなっていうのを思って、中高校の時とかは出れてる人とかでも一からのスタートになるんで、そういうところでは清少で真面目にコツコツやり続けるとか、そういうところ学んでたから、その大学でも腐らずに練習毎日、本当にボール止めて蹴るの練習が本当多かったんですけど、結構こだわってやったり、あとは本当に走り込みましたね。選手って朝7時から練習するんですけど、毎日手つないで俺はできる俺はできる俺はできるって言った後に、グラウンドを1周1分30秒で、横分けとかだと10周10周30分走ってから練習やって、でその次の日は21分、その次は15分とか、なんかちょっとでも早いグループに食いつきながらやったり、練習終わった後もタッチライン、タッチライン往復でトランとかを星野雄介とかと一緒にずっとやってましたね。青木選手はいかがですか？まあ、最初大学行こうってその大手先生話をして、ちょうど風間弘さんが筑波でまだ監督をやってた時だったので、まあ、第一志望筑波行きたいなと思って、こう筑波の方に練習参加とかもさせてもらったんですけど、筑波の推薦だと実績が例えばアンダーの代表とか候補とか入ってないとみたいな感じだったので、ちょっと厳しいみたいになって、最終的に当時コーチだった人がちょうど順天堂大学卒業の方で、この人がその順天堂の監督の方にちょっと話をしてくれて、そういう縁もあってだって感じですかね。当時きつかったのはなんかその12分間走っていうのはあるんですけど、クーパーです。あ、クーパーでさ、12分間で 3350m 以上走んないと練習参加できないっていうのが謎のルールがあって、結構僕入れないかったんですよ。それが一番きつかったっすかね。2人対戦経験は？いや、もう選手っす、全部選手っす。最後の優勝の時も順天堂だったそうっす。いや、だってもう選手4連覇の時のいわゆる黄金期という、黄金期っすよ、もうやばいっすね、選手は。
か4連覇できちゃったねっていうよりは、まあ、4連覇するだろうなっていうぐらいな大学のサッカーの中だったら、まあ、他とはなんかちょっと違うあれはあったんじゃないかなと思いますね。質は相当高かったですね、本当。でもそれは間違いなく1年の時に東さんとか山本さんとかも本当に意識はすごかったし、うまかったし、あの4年生見たら練習しっかりやんないとなってみんなが思えるぐらいな、すごいいいチームでしたね。その時の前澤選手は関東リーグの MVP にも選出されていますね。いやそれ結構言われるんですけど、ずっと思ってるのは、多分僕個人的にズバ抜けたものってそんなないと思って、足もそんなに速くないし、体も強くないし、背も高いわけじゃないとか、でズバ抜けたドリブルとかテクニックがあるわけでもないんで、4年の時なんて中川照人とか北爪健吾、河津とか、あと下にも結構いたんで、でテルも途中で怪我しちゃったり、そういうチームが下に落ちてる時も僕は助けられた存在だったんで、みんなにも本当に点取らせてもらって、試合では目立たせてもらって、で結局優勝して点も結構取れてたからっていうところがあると思うんで、今更なんかこうみんなにあの時 MVP でしたねって言われてすげえ恥ずかしいっていうか。あ、そうなんすか。いやでも取ってますからね。青木選手から見て当時の前澤選手どんな感じでしたか。選手あれだけのすごいメンバーが揃ってて、もうプロ行った選手も何人もいる中でコンスタントに試合出て点も取ってるっていう印象がすごいありますね。前澤選手はどうですか、大学時代の青木選手は。翼とか第1期とか、その一緒に高校時代でやってた選手たちはやっぱ気になりましたね、すごく。やるとちょっとライバル心とか、母も多分絶対湧いてた。関東に進む清少出身ってあんまりいなかったから、前澤君の試合とかも点決めてるのかなとか気にしましたし、対戦する時も負けられないっていう思いでやってたんですけど。でも大学行った清少の人ってやっぱコツコツやったり多分してるよね、絶対。なんか腐らずに這い上がるとか、はい、なんかそういうところもあるんだろうなっていうのは思いますね。大学卒業後プロ生活になるわけですけども、その進路の経緯とかを教えていただけますか。正直3年の本当に終わり頃にプロになりたいなって思い始めてから、4年生迎えて練習参加も何チームか行ったんですけど、やっぱオファーもらえなくたり、ちょっと待ってくれみたいな、そういうのもいろいろあったりして、結局その時に思ったのは、ずば抜けて何か持ってないとプロに進むとか選ばれるとかオファーもらうのが難しいのかなっていうのはすごい感じて、だからある意味中学校と同じで J に行けなかったんですよね、やっぱ。で待って待ってる時にソニーの方からクリスマスぐらいまでに返事が欲しいみたいな感じになって、でも本当に熱意持って誘ってもらったり、試合も見に来てもらったりとか、それでなんかこんだけ待っても呼ばれないってのは今求められてないなっていうのを自分の中で認めて、で JFL で長くて2年やってみて、それでも J に行けなかったらその時はその時でまた考えようって思ってソニーに入りましたね。ソニーでは2年間プレーされた。そうですね、2年で3年目にアスルに来ました。アスルがちょうど JFL から J3 に昇格する時 で今秋田の監督で吉田健監督に健さんの熱い気持ち聞かされて挑戦してみようって思いましたね。青木先生は逆に一足先に、まあ、J の舞台に立っていたわけですけど。大学4年の夏に卒業して、ね、岐阜に入らせてもらいましたね。僕も正直4年のその本当に夏までオファーがどこも なくない状態でずっと探してて、岐阜スタッフからその時にちょっと岐阜の練習参加してみないかっていう風に言われて、で練習試合に参加させてもらって、その時に当時監督だったラモスさんとかも見てた中で、その時調子良くて終わった後に岐阜の特別指定でプレーしてほしいみたいなことを言われて、それでプレーさせてもらって、であのスタメンのデビューがセレッソ大阪で扇原選手とか玉田圭司さんとか山口蛍さんとかいて、本当に大学では味わえない強度というかプレースピードとかを体験できましたね。本当山口蛍さんからして J2 で多分その時唯一日本代表に入ってた人で、
対戦した時はもうちょっと衝撃的でした。オニクレスはやばかったっす。もうそうやって一足先にと言いますか、そうやって体験できたのはすごい経験なんだと思いました。お二人だからこそ分かると思うんですけども、JFL と J の違いをお聞きしたいなと思うんですけど。ソニー仙台 FC でプレーしてた時は、社員の方とか、ソニーを応援してくれる人とかがいたんですけど、その職場の人とか、試合終わったその次の日とかに、ちょっとでも話題になったり、それでこうみんなの心が動いたりとか、そういうことがやりがいというか感じたんですけど、今は本当に今ず東部の本当に地域に根付いてるクラブを目指すっていうところとか、サッカーをやっていく上で自分たちが勝って喜ぶっていうのはもちろんなんですけど、それとはやっぱ違ってこう本当に地域の皆さんの理解とか協力とか応援とか、スポンサーの方がいたり、本当に多くの人たちがいても本当にサッカーできている。今でいうと本当にコロナの時とかもサッカーできなくてとか、そういう時やっぱ今まで背中を押してくれた方々にと何かできないかとか本当に考えたり。ワン静岡プロジェクトも始動されたと思います。プロジェクトはイスタンブローというか加えてもらえてというか、そして思うのは本当に僕一人の力でもあるかないかなぐらいだと思うので、特にアスルクラロとか J3 とかでやってる選手たちは何かしたいんだけれども何をしたらいいか分からないとか行動に移せなかったり、結構そういう気持ちでいたと思うんですよ。その中でこういうプロジェクトを立ち上げてもらえて、みんなが集まれば必ず何か成し遂げられるっていうのはすごく感じてるので、少しでも多くの方に知っていただいて静岡のために何かできればと思ってます。サッカーやってればいいでしょっていう考えの人もいると思うんですけど、地域の皆さんにとか応援してくれる方々に何かこう伝えられたり、試合見て心が動いてくれれば本当にやっている意味があるっていう感じがします。青木選手はいかがですか。環境面ですかね、まあ、例えばプロだったらもう毎日練習場に行けばトレーナーさんがいて、練習の準備とかもそのスタッフさんがやってくれてっていう風な、もう本当に自分たちがサッカーできる環境が常に整ってた。各チームで印象に残っているエピソードがあったら教えていただきたいんですけど。ソニーの時はでもみんな上手かったよ。その中でも中村源さん、今多分監督やってると思うんですけど、すごかったですね。練習に向かう姿勢とか、走りとかでも一番盛り上げながら走ったり、でアスルとかでも今中山さんとか大井輝一さんとか小田井雄さんとか上の方々の影響っていうのはすごい受けてて、みんなサッカーへの思いとかすごい刺激になります。楽しかったことはやっぱ試合に出れないっていうのは悔しいですね。アスルクラロでもやっぱ試合に出れない時期もありましたけど、ビリビリしてる時期とかもあって、でも自分がこう試合に出たい、出るんだっていう姿勢っていうのは絶対チームにとってもプラスになると思うし、そこでなんかこう下向いたり逃げたりせずに、そういうのはでも上の方とかの姿勢を見てると、試合に出れない時とかでも本当チームのために考えてるとか、そういうところは自分のためになってますね。青木選手はいかがですか。印象に残ってるのに、プロの時はゴールキーパーで萩吉成さんって方がいるんですけど、まあ、その人にお世話になっていって、チーム最年長でこう引っ張る姿勢だとか、一つ一つの言動とかっていうのはやっぱりすごい影響力があるなっていうのもありましたね。ザスパの時は僕ロッカー隣だったのが、あの前澤君とか一緒にやったと思うんですけども、ハスルとかにいた青木翔太君のそのサッカーに対するやっぱり考え方とか姿勢とか、やっぱ人間性の部分もですけど、すっごい尊敬できるし、サッカーに対しても真面目で熱いし、姿勢とかで見せてもくれますし、ラストの時は翔太くんがいたから頑張れるとか存在でした。そうだよ、すごいよ。いや、すごいっす。思わず一緒にいるとだから、すごい、すごいよ。すごいっすよ、本当に。でもなんか翔太くんもやっぱアスル行ってで刺激受けた選手がいっぱいいるみたいなこと言ってたんで、フルクラブっていうクラブはいいクラブなんだろうなっていうふうに思います。改めて今後の目標を聞いていければと思うんですけど、僕はまずは結果を出すこと、個人としてもチームとしても結果を出すことですね。やっぱチームが勝てない
時ってやっぱいろいろ考えちゃったり。考えますね絶対みんなこう試合に向けて勝ちたい、いいプレーしたいっていう気持ちはあるんだけれども、それ以外にこう何かが足りてないっていうのは何だろうっていうのは考えて、今本当にそういう時なんで、逆にこうチームとして何かを変えられるチャンスだし、何かを変えなければ今後多分自分たち選手一人一人はないと思っているので、いろんなことがやっぱ怖いですけど、それが絶対自分たちの力になるので、今まで学んできたことを生かしていきたいと思います。そうですね、もう僕らも、まあ、JFL もですけど、コロナの影響で試合が15試合しか行われないですけど、少しでもやっぱ上位に食い込んでシーズンを終えることが目標で、まあ、あとは天皇杯も愛知県代表として出場できることになったので、もうやっぱ少しでも勝って上の順位を目指せるようにやっていきたいなと思います。はい、じゃあすいません、最後になんですけども、静岡でプロデュースする選手とか、まあ、ファンの方々に向けてメッセージ順番にお伺いできればと思うんですけども、いろいろ思うことあるんですけど、僕たちが小さい頃サッカー王国というか、静岡県っていうのはサッカーがこう有名だったんですけど、今そうなのかって言われると多分そうじゃないと思うんですよ。でも去年静岡県が優勝したりとかで、まあ、明るいニュース話題は出てきてると思うんですけど、今後こうサッカー選手になりたいとか、今サッカーをやってる小さい子どもたちが夢を持って一生懸命というかがむしゃらにやれる環境っていうのは、僕たち J リーグ、J3 で東部の方でするくらいを沼津っていうのは存在価値というかは必ずあると思うので、サッカー選手になりたいっていう子どもたちに少しでも何かこう思ってもらえるような選手のクラブになりたいなと思ってるので、サッカー一人でも多くの方がやってくれたら嬉しいなと思います。青木選手いかがでしょう。まあ、僕は今静岡にないですけど、まあ、静岡出身で J リーグとかまた JFL とか下のカテゴリーでも活躍されている選手はやっぱりたくさんいると思うので、やっぱりそういう人たちがやっぱりもっと活躍してこう静岡がやっぱりすごいんだなとか、静岡出身の選手ってこんなにプロで活躍されてんだなっていう風に思われれば、また自然と静岡っていう街はの知名度も上がりますし、僕たちが今何ができるかって考えたら本当に活躍することだけだと思うので、活躍僕もしたいと思うので、共に盛り上げていきましょう以上本日はすいません、本当にシーズン中忙しいところありがとうございました。本当にお二人応援しておりますので引き続き頑張ってください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。